モーカさん、おはようございます。おはようございます。リエさん、ハレリア。今日は曇りです。6月22日、太陽さん、ハレリア。今日はいつもの公園に来ています。空はちょっとどんより曇ってます。昼間は雨が降るという天気予報ですが、今は降ってません。タラさん、どうも。朝少しパラパラっとありましたけど、今は雨が降ってません。まあ、暑いですから雨がね、多いのは当たり前ですが、来週はですねちょっと雨が多いかもしれませんね。まあ涼しくていいです。私は寒いのも暑いのもあまり好きじゃないので、梅雨はですね雨が多いですけど涼しいという意味では梅雨が好きです。花さん、おはようございます。それではタイトルいきましょう。今日のタイトルはですね、愛は感情に出る。リブさん、おはようございます。もぐらさん、おはようございます。まゆちゃん、ハレルヤ。愛は感情に出る。まあ、なぜですね、まあこのタイトルをそうですね、浮かんだか。ゆうさん、おはようございます。はるきさん、おはようございます。昨晩友人と考えていました。世界は過去ずっと戦争の繰り返しでした。神がいるなら絶対戦争など起こるはずはないという結論になりました。そんなことはないですよ、はるきさん。そんなことはありません、もちろん天国には戦争はないですよ。天国には戦争がありませんが、聖書ではですね、人間は罪があって争いがある、暴虐に満ちている、サタンはですね、サタンは働いてますから、神様はその自由意志を持って人間の罪を見ていますが、天国、その神様はいつまでも罪を放置することはありません。飛びっこさん、それからごめんなさい、ちょっと読めない。はい、おはようございます。もう一人の方、おはようございます。ウルトラマンさん、町田自身はリバイバルだと思った。モーカさん、私も梅雨は涼しくて大好きです。ですね、何て言ったらいいでしょうかね。神様はもちろん戦争も喜ばないし、争いも喜びません。神様はこの世を神の国にしたいのです。しかし人間がですね、神様に従わないで罪の中にいれば喧嘩もあるし戦争もあるんです。世の中には悲惨なことがたくさんあります。しかし神様はその悲惨なことを通して人間が悔い改めることを待っているわけですね。ですから神がいるから戦争が、神がいるなら戦争はないというのは、まあ天国の話でしょうね。天国ではもちろん戦争はないです。ボイドさん、おはようございます。さっきの話に戻りましょう。イエス様、デビッド・テイラーは、神様、イエス様はですね、デビッド・テイラーに言いました。私が来たのは、神と人間、人間と人間、男性と女性が、の関係が回復するためだと言ったそうです。イエス様が言ったのは、神と人間、人間と人間、
男性と女性が和解するためだと言ったそうです。ボイドさん、自撮りですか？自撮りです。私たちは十字架によって神と和解するということを知っています。私たちはイエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると神と和解ができる。神との和解とは何ですか？神様との和解というのは、私たちの心の中に神様が来てくださる、神様が私たちの中に来てくださる、それが神との和解です。本来人間はそのように作られていたわけです。本来人間は神と一緒に歩むように作られていたんです。アダムとエヴァが罪を犯す前は、アダムとエヴァは神と共に歩んでたんですね。エデンの園でアダムとエヴァは神と共に歩んでました。しかしアダムとエヴァが罪を犯してから、エデンの園を追放されて、アダムとエヴァは、神と断絶しました。そこに人間の悲劇があります。しかしイエス様がこの地上に来たのは、もう一度人間が神と和解し、神と共に歩むようにすることが目的で、イエス様が来られました。あ、ちょっとクルクルしてる。あ、ごめんなさい、ボイドさん、ごめんなさいね。ちょっと電波がクルクルしてるそうです。それでですね、ジョーカーさん、はい、無視してるわけじゃないんです、ごめんなさい、無視してるわけじゃなくて、選んでるんです、ごめんなさいね。はい、ゆきひろさん、おはようございます。はるきさん、神様が人間をお作りになったのに、その神と人間の間で和解というのはどういう意味なのでしょうか？アダムとエヴァが罪を犯して断絶したということですね。アダムとエヴァが罪を犯して神様と断絶でした。そこに問題があるんですね。あやぽんさん、おはようございます。おいしさん、おはようございます。それでですね、神様は愛のお方です。ジョーカーさん、ごめんなさい、挨拶を選んでるわけではなくてですね、挨拶もですね、ちょっとできない時もあります。イエス様が十字架にかかったのは、私たちのその神との断絶の問題である罪というものを取るために、イエス様がその罪の責任を負ってくれた。私たちが罪の責任を、負うべきですが、しかしそれはできなくて、私たちは罪の責任を負うことができません。イエス様が、私たちの罪の責任を負って十字架で死んでくださった。つまり十字架は私たちが神と和解するため、神と和解するためのことなんです。そしてそれだけではないんです。それだけではなく、罪がなくなるということは、人を愛せるようになるということでもあります。罪というのは人間同士の断絶でもあるんです。世の中に人間同士のいろいろな問題があるということは、それはやはり罪の結果なんです。ですから、イエス様を信じるときに、昨日のタイトルにあるように、測るように測られるとあります。私たちは、人間関係を良くするためには、人に対して、良くするというか、人にしてほしいことをしてあげる、人にして自分のしてほしいことをしてあげることによって、人間関係が回復します。皆さんの証の中で
親子関係や、人間関係が回復した証があります。まさにそれは、十字架のおかげで私たちは人間関係が回復します。ヒットさん、牧師に罪はありませんか？全ての人に罪がありますよ。全ての人に罪があります。しかし、信仰によってその罪が許されて、罪のない生き方が始まるんです。完全に罪を犯さないということはもちろんありません。しかし私たちは、罪に対して自由になったというか、罪の奴隷から自由になれます。ボイドさん、いろいろな宗教や信仰はどのように思いますか？私はですね、神様はただお一人、神様はただお一人、イスラエルの神、イスラエルの神が唯一の神だと信じます。そのイスラエルの神はイエス様です。アルキさん、大災害が起きた次の日、キューちゃんは被害に遭われた方、それはちょっとですね、弁明があります。ボイトさん、イエスも2派に分かれますよね。カトリックとプロテスタントのことでしょうか？私はプロテスタントですね。プロテスタントです。ヤギさん、アメリカとイランが戦争しそうですが、良いことですか？戦争はもちろんいいことじゃないですね。トランプさんがですね、イランを攻撃する10分前に中止したそうです。その理由がこういう理由です。イランはですね、アメリカの無人機を、撃墜したわけです。それに対する報復だということですが、トランプ大統領がそのもしアメリカが、この報復したら、どのくらいの、その被害があるかと聞いたら、150人が死ぬということを聞きました。でトランプさんはそれを聞いて攻撃をやめたそうです。それは素晴らしいことだと思いますね。それは、聖書では復讐してはいけない、復讐してはいけないと、書かれています。トランプ大統領はその150人がアメリカの攻撃によって150人が死ぬということを聞いて攻撃をやめたということは、それは素晴らしいと思いますね。私たちは、戦争ゲームでね、人が死ぬことがゲームのように感覚を持っている人がたくさん現れているかもしれません。人の命を、軽く軽視する、人の命を軽視する傾向になります。しかし私たちは、一人の命は尊いと考えます。ですから私たちは、人が死ぬことは喜んではいけません。人を死ぬことを本当に、それは、とても神様の御心ではない。神様は人が生きること、神様の御心はですね、聖書にありますが、 私は悪者が死ぬことを喜ばないと聖書に書いてあります。悪者が死ぬことは喜ばない。私たちは悪い人であっても死んでほしくないと考えるべきですね。金城さん、アメリカでは日本が戦争する国になると噂しているそうです。ああ、そうですか。確かにですね、戦争法案ができて、秘密保護法案ができて、今憲法9条
に関わる会見をしようとしているならば、あまり、日本はですね、ちょっと危険じゃないかと思います。ジョーカーさん、人を選んで挨拶しているわけではありません。その、はい、すべての人にちょっと挨拶はできません、ごめんなさい。ギゼルさん、おはようございます。ジョーカーさん、おはようございます。挨拶が漏れてしまうことがあります。それは申し訳ないですね。今日のタイトルいきましょう、ね、ゆうさん、安倍総理は憲法を変えたくてたまらないのです。その理由は分かったんですね。その理由は主戦場という映画を見て分かりました。その主戦場を見て、なぜ安倍総理が憲法を変えたいか、それは憲法9条、憲法9条が日本の不名誉のシンボル、日本の不名誉のシンボルと考えているようです。つまり戦前戦中、戦中の日本のプライドを取り戻したいということですが、それは逆だと思います。私たちは、その敗戦によって、その戦前戦中の日本のプライドは捨てなければならないと思います。本当のプライドは日本というプライドではなくて、本当のプライドは十字架というプライドを持つべきなんです。ナショナリズム、ナショナリズム、民族主義というのは、その、まあ、民族を誇るというか国を誇るとか、それは日本だけではありません。日本だけではありません。アメリカもですね、アメリカという国を誇ってはいけないのです。どこの国でも私たちはナショナリズムは危険です。ナショナリズムによって戦争が起きるんです。私たちは自分の国だけが大事なのではなく、どこの国も大事、どこの、民族も大事というふうに考えるべきであって、自分の国だけが、特別と考えるのは、それがまあ民族主義または人種差別につながります。私たちはそうではなく、もっと大きな大きな目を持たなければなりません。ボイドさん、カトリックと、プロテスタントに分けたのは神の意思ですか？いや、それは神の意思ではないと思います。マーチン・ルターがプロテスタントを作ったのは神の御心ではないかと思います。近所さん、隣人を愛せよ、ナショナリズムはいらない、十字架を誇りましょう、アメン。問題定義をして自分で考えるとは随分自己な考え方です。問題提起ですね、問題提起。そうですね、問題提起にもいろんな種類があります、ね。問題提起して答えを言う場合と、問題提起をして一緒に考える方法と、問題提起だけという場合もあるでしょう。それは内容によりますよね。内容によります。もちろん、自分の答えを言える場合には言うべきだと思います。でも自分で言えないこともあるかもしれませんね。はい、タイトルは愛は感情に出るということです。あ、元に戻ります、ごめんなさい。それで十字架によって神と和解します。そして十字架によって人間と人間も愛し合うことができるようになった。それが十字架です。それが十字架です。そして、男性と女性は、まあ、恋愛の時は愛し合っているようですが、
恋愛は、まあその本当の関係ではないんですね。本当の関係、それは、情欲の関係ではなく、神の愛で愛し合うという関係、神の愛で愛し合うという関係、それはですね、イエス様がデビットテイラーに言いました。男尊女卑とかね、男尊女卑とか男性、男性がですね、何かこう男性がこう女性に対して蔑視するような、それは当然良くないことですね。それは、神様の御心に反します。ともさん、日本語ではエヴァですね。日本語ではエヴァですけど、英語だとイブです。イブです。まあイブと言ってもいいです。でも一応日本語の聖書ではですね、エヴァになっていますので、まあクリスチャンは普通エヴァと言いますが、この世の中では英語が入ってきてイブという人もいます。どっちでもいいと思います。はるきさん、神様に本当に愛があるなら、飢えや戦争で犠牲になる子供たちこそ救っていただきたいし、そうあらねばならないと思います。神様は神様のやり方でそれをしています。はい、そういうわけで、デビッド・テイラーはですね、そのこの世の男女のあり方は間違っている、この世の、ブランコでブラブラしてる方が配信が安定してる。あ、そうですか。ブランコの方が安定しますか。この世の男女関係は間違っている、この世の男女関係は間違っている。キリスト教はですね、レディーファーストですね。レディーファーストというのは、まあ、男性が女性を大切にする、男性が女性を大切にする、それは聖書の命令でもあります。ペテロという聖書の箇所がありますが、そのペテロというところには、女性は弱い器なので、男性は女性を守んなきゃいけないという命令があります。この世も仏教もイスラム教も男尊女卑です。なんとなく分かりますよね。この世も仏教もイスラム教もヒンズー教も男尊女卑です。しかし本当に女性を大事にする宗教はキリスト教ですね。女性を大事にする宗教、それは、本当にレディーファースト、キリスト教はレディーファーストですね。それはイエス様の十字架によって、イエス様の十字架によって初めて、男性は悔い改めて、女性を、大事にすることを覚えるんですね。あなたがもしサタンに侵されている人がたくさんいるというなら、解決策を提言すべきです。夜明けさん、まさにそれが福音ですね。それが十字架です。十字架がその解決策ですね。十字架を説明しています。はい、そういうわけで皆さん、まだちょっと話を進めなきゃいけません。そういうわけで、イエス様は、神との和解、人間同士の和解、そして男女の和解のために、来られた。十字架はまさに罪を取り除き、愛し合うことができるような、ことのためであるわけです。はるきさん、日本の少子化は行き過ぎたレディーファーストと社会への女性進出のせいです。女性は子供を作り育てることが女性の役割ですよね。
まあちょっとそこのところはですね、一概には言えないとは思うんですが、そこはですね、それはケースバイケースだと思います。女性は家庭を大事にしなきゃいけないということも言えますし、女性が仕事しちゃいけないということはないと思いますし、まずそういうパターンではなくてですね、パターンではなく、まず、その愛が必要だということから始まる必要があると思います。愛がなければどんなパターンも良くない。愛がまず必要だということですね。はい、ガロウさん、おはようございます。ヒットさん、女尊男卑ということではありません。女尊男卑ということではありません。結局ですね、罪というのはね、弱い者いじめするということですね。弱い者いじめする。だから、女性は男性に比べて、弱い器だと書いてあります。そういう意味で男性はイエス様を表し、女性は教会を表しますから、そういう意味で私たち男性は女性の弱さを、利用してはいけないということですね。多くの場合、女性の弱さで、その女性に対して、なんて言うんでしょうかね、その弱い者いじめするというのがこの世の中です。はい、それでですね、今日のタイトルやっといきますが、愛は感情に出るということですが、イエス様がおっしゃってるのは愛し合いなさいということですね。愛し合いなさい、愛しなさいということですが、しかし愛というものがですね、愛というものの一つの、表現は感情です。愛があれば、愛があればいい感情になると思います。愛がないと冷たい感情、冷たい態度、冷たい言葉になるのではないでしょうか。神の愛があれば、優しい表情、優しい言葉、優しい感情になるのではないでしょうか。愛は感情に出る。愛は感情に出る。モーカさん、十字架によって救われると、隣人を愛せるようになり、世界平和になり、神様と和解できます。弱い者いじめはサタンの導きだと感じています。そうですね、世の中は弱い者いじめですね。そもそも愛の定義何でしょうか。神は愛です。聖書に、神は愛だと書いてあります。聖書では、いつも喜びなさい、いつも喜びなさいと書かれています。私たちは、喜ぶという感情、喜ぶという感情が大事だと考えます。神を喜び、人を喜ぶならば、私たちはそれが愛の感情になります。愛しているのに、ね、まあ、怒るということもなくはないかもしれません。場合によっては怒ることもあるかもしれません。しかし原則として愛しているならば
愛してるならば優しい感情、喜ぶ感情になるのではないでしょうか。近所さん、愛の証明はどうすれば目に見えますか。まあ一つの見分けはですね、第一コリント13章にあります。愛は寛容、愛は親切、愛は礼儀正しい、愛は自慢しない、愛は人の悪を思わず、真理を喜ぶ、愛は耐える。まあそのですね、愛は目に見えませんね。その目に見えない愛をですね、私たちは愛があるならば、その言葉に出てきます。心にあるものが口に出るともイエス様おっしゃいました。心にあるものが顔にも出ます。ユウさん、愛は自然に通じるものだと思います。そうですね、ですから私たちは愛を持つことをに励まなければなりません。愛を持つことに励まなければなりません。そして私たちは愛を表現するべきだと考えます。イエス様はデビット・テイラーに言いました、その男性は、ね、もっともっと男性はもっと女性に、愛を表現するということですね、私たちは愛し合うならば、愛し合うならば、そのいろんな形で愛を表現する必要があるのではないかと思います。日本の男性はどっちかというとですね、恥ずかしがり屋で、なかなか愛を表現するのが、まあ、下手というか苦手というか、口に言わなくてもわかるでしょうみたいなところがあります。でも、そうではなくて、私たちは、言葉でも愛を表す必要があると思います。もちろんイエス様は寡黙です、寡黙です。言葉が多ければいいということではありません。しかし私たちは、まあ、少ない言葉の中で、少ない言葉の中で愛を表現することが大事だと思います。ユウさん、言わなきゃ分かりません。そうですね、愛し合うというのはね、愛し合うというのはまず心が必要ですよね、心が必要ですが、しかし心に愛があるならそれが、いろんな形で表現されると思います。私たちは神様に対して礼拝するというのは、賛美したり礼拝したり祈るということは、神様に対する愛を表現していることになるでしょう。神様を愛してなければ礼拝しないでしょう。神様を愛してなかったら賛美をしないでしょう。神様を愛してなかったら祈りもしないでしょう。それは神様に対する愛がないからですよね。イエス・キリストを信じる人はですね、イエス・キリストを信じる者は礼拝したくなる、賛美したくなる、感謝したくなる。それは、イエス様に対する愛の表現です。では人間に対してはどうですか。人間に愛があるならば、人間を愛しているならば、いろんな形で表現をするでしょう。もてなしたり、助けたり、あげたり、祝福したり、祈ったり。私たちは人に対して愛があるなら、いろんな形で愛を表現することができます。またそうしたくなります。愛があるならば、それを感情でも表し、相手を喜ばします。あ、もう時間来てしまいましたね。近所さん、神様を愛することがないと恋愛にもつながらないのですか。残念ながら恋愛はですね、形は愛に似ていますが、でもそれは神の愛に基づくものではありません。
自己愛ですね、自己愛とか性欲とかそういう動機で恋愛っていうのがあるんです。なぜならば、うまくいかなかったら憎しみに変わりますからね。恋愛の愛は相手がですね、何か、うまくいかなくなった時に憎しみに変わります。でもそれは本当の愛じゃないからですね。本当の愛は変わらないんですね。本当の愛は変わりません。恋愛の愛は表現します、表現します。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて、神を愛しているなら、神を賛美するんだ。人を愛しているならば人に優しくなるんだ。神の愛は感情に出るんだ。神の愛があれば本当の微笑み、本当のスマイルが誰に対しても誰に対しても微笑むことができるんだ。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神の愛が持ちたい、そして神の愛を表現する生き方、神の愛で人を愛する生き方、愛のある言葉、愛のある態度、愛のある行動をしたいと思う方、アメンと言ってください。愛のある生き方をしたい人、アメン。愛の感情を持ちたい人、愛に基づく感情を持ちたい人、アメン、アメン。アメン。アメン。天の父様、感謝します。この世は、傷つけあって、そして悪い感情によってお互いに、苦しんでいます。しかしイエス様はこの地上に来たのは人々が許し合って愛し合うためです。そして偶像を愛するのではなく本当の神様、イエス様を愛するためです。どうぞアメンと言った方々がイエス様の愛を持って人を愛し、イエス様を愛し、女性を愛するように、男性を愛するようになれますように。本当の人生、本当の生き方、正しい生き方をで生きれるようにしてください。また正しい感情を持てますように、失望とか、鬱とか、憎しみとか、悪い感情ではなく神の愛の感情を持ち、神の愛の感情を持ち、いつもその良い感情で、自分が喜び、また周りの人を喜ばすことができますように。どうぞ今アーメンと言った方々に神の愛の感情を持てるように助けてください。そして私たちは、溢れるばかりの愛によって歩むことができますように。どうぞこの日本の社会が変えられていきますように。愛のない社会から愛のある社会に、一人一人の悔い改めにより、一人一人の信仰によって愛のある社会、愛のある日本となっていきますように。日本を祝福してください。日本を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。今晩はもう放送ないんです、ごめんなさいね。明日の朝10時半、日曜日ですから礼拝があります。一緒に礼拝しましょう。イエス様を愛しているので、イエス様を愛しているので一緒に礼拝しましょう。一緒に賛美しましょう。それでは明日の朝10時半にお会いしましょう。シャローム、シャローム。良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム。